今日はクンダリーニについて少し話したいと思います。うさんくさい宗教的な話と身構えずに雑学的な知識としてお聞きくださいましたら幸いです。クンダリーニはヒンドゥー教の概念です。それは生命の根源的なエネルギーであると言われています。プラーナという宇宙に遍満する万物の根源的なエネルギーがあるのですが、それが人間の体内に取り込まれたものがクンダリーニであるとされています。ですから両者は本来同じものです。クンダリーニはサンスクリット語で螺旋やコイルなどを意味します。実際人間の体内では尾低骨のあたりにトグロを巻いた蛇のようにわだかまって存在していると言われており、それが名前の由来となっているわけです。ですから人の体内に眠るコブラなんて呼ばれたりもします。根源的な生命エネルギーというと、我々日本人は魂を思い浮かべることと思いますが、同じものと考えて差し支えないでしょう。尾低骨というと位置的には人間の生殖器に近い場所にあります。実際このエネルギーは生殖行為においても重要な役割を果たしますので、性的エネルギーであるとも言われています。男女が性的に交合し絶頂に達した時、両者から放出されて受精卵に宿ります。そして胎盤が形成されて、お母さんからの栄養やエネルギーをもらえるようになるまでの、つまり外部からのエネルギー供給がない当面の間の生命活動のために使われるものと思われます。またこのクンダリーニは聖なるエネルギーでもあります。というのも悟りと解脱に大きく関わってくるエネルギーだからです。ではどのように関わってくるのかと言いますと、それにはクンダリーニ上昇という現象について説明しなければならないのですが、しかしその前に悟りと解脱がヒンドゥー教ではどのように考えられているのかということを押さえておく必要があります。ヒンドゥー教の前身であるバラモン教の思想の重要な概念に本が一助というものがあります。本は古代インドの言葉で宇宙原理を意味するブラーフマン、あるいは宇宙を創造した神ブラフマーを漢字に訳したものです。同様にガは人間原理を意味するアートマンを漢字に訳したもので、この場合個人個人の魂と考えてもらって差し支えないです。つまり永遠不滅で壮大な宇宙や宇宙を創造した偉大なる神と私個人の魂とは本来一体のものであるという考え方です。しかしその魂は肉体に閉じ込められてしまって本来の自分の姿を忘れてしまっているために輪廻という迷路に迷い込み転生を繰り返してしまうのです。これが輪廻転生であり、古代インドの人々はこれを永遠に続く苦しみであると考えました。しかし自分が本来の姿を思い出してそこに立ち返ることができれば、輪廻から解放され、もはや転生を繰り返すことはなくなり、永遠に続くと思われた苦しみからも解放される。つまり自分が狭く不自由で脆弱な肉体に閉じ込められた惨めな存在なんかではなく、永遠不滅で壮大な宇宙やその宇宙を創造した偉大な神と同じであることを思い出すこと、これが悟りです。そして本来の姿を思い出しそこへ立ち返ることで輪廻から解放され、転生を繰り返すこともなくなる。このことが解脱であるわけです。以上がバラモン教において考えられていた究極の悟りであり解脱です。そしてバラモン教の発展系であるヒンドゥー教にもこの概念は引き継がれていきます。では次にクンダリーニ上昇とはどんな現象かと言いますと、特殊な呼吸法や瞑想を通して尾低骨のあたりに眠っているクンダリーニを目覚めさせ、背骨に沿って上昇させ、最終的には頭頂のチャクラから体外へ放出することを言います。つまりこの現象を通じて肉体内に閉じ込められていた生命エネルギーであるところのクンダリーニが解放されて、本来の姿である宇宙エネルギープラーナへと回帰していくのです。もう勘がいい人はお気づきかと思いますが、プラーナがブラーフマン、すなわちボンであり、クンダリーニがアートマン、すなわちガに相当するわけです。
つまりクンダリニ上昇はボンガ一女の体現に他ならないわけで、究極の悟りであり離脱であるというわけなのです。クンダリニ上昇が起きるとき、人は強い快楽を感じると言われています。その快楽はセックスで得られる快楽とは比べ物にならないほど強いものだと言います。そしてそのエクスタシーの中で自分が本来は宇宙の神羅万象と一体であったことを思い出すのだと言います。だから悟りは思い出すことに似ていると多くの人たちは言うのです。そしてその境地はおそらくスピリチュアリズムでワンネスと呼ばれているものと同じものだと思われます。先ほど述べたように、クンダリーニは性的エネルギーでもありますから、性行為によって増進し活性化します。事実、仏教の最末期の後期密教の段階に入ると、性的ヨガといって男性修行僧が女性行者とペアを組んで性行為を行い、悟りと下脱へ至ろうとする試みがなされました。ちなみにこの頃の仏教はもはや仏教としての独自性を失い、ヒンドゥー教と実質的にはほとんど変わらないものになってしまっています。ですからインドでは仏教はますます衰退していき、最終的には消滅してしまうわけです。さてこの性的ヨガ、普通のセックスと違うところは、男性修行僧は最後まで射精することを禁じられていた点です。目的が子作りではなく悟りと下脱へ至ることだからです。また射精することによってクンダリーニが体外に放出され、浪費されてしまうことを避けるためでもありました。つまり性行為を通して増進し活性化したクンダリーニは射精を禁じられたことで行き場を失います。行き場を失ったクンダリーニは常に出口を求めているわけですから、ちょっとした誘導で上昇していくというわけです。ちなみにこの後期密教ではプラーナやクンダリーニという表現は使わず、宇宙に遍満する仏や菩薩という表現を使っていますが、実質的には同じものです。インドで仏教が滅んだ後、この後期密教はチベットへと引き継がれていきました。ですからチベット仏教でも初期の段階では性的ヨガは実践されていました。しかし14世紀にソンカパという改革者が現れ、性的ヨガについては実際の行為としては行わず、あくまでイメージの中で行うように定め、現在に至っています。このようなクンダリニ上昇と思われる現象はヒンドゥー教や仏教だけではなく他の宗教でも見られます。宗教的エクスタシーとか放越とか呼ばれている神秘体験がそれです。一例として16世紀のカトリックの修道女聖テレジアの身の上に起こったことが挙げられます。バロック期の最も偉大な彫刻家であるベルニーニの作品でも有名な聖テレジアの放越というのがそれです。この体験の最中に聖テレジアは自分の魂が神に満たされるのを感じたと言います。つまりこの神秘体験を通じて神と一体になったわけです。キリスト教の神とは宇宙を神羅万象を創造した唯一絶対なる神です。またブラフマーも宇宙を創造した神です。つまりこの聖テレジアが体験した放越とクンダリニ上昇とは同じ現象だということができそうです。考えてみればカトリックの聖職者は異性との性的接触を禁じられています。男性と同様に女性にもクンダリニは存在するので、異性との性的接触によって浪費されることもなく、たまりにたまったクンダリニは何かのきっかけで上昇を始めたのでしょう。それで強烈なエクスタシーの中で神との一体感を感じたのだろうと考えられます。ということで今回は人間の体内に眠る神秘的な力クンダリーニについてお話ししました。ご視聴ありがとうございました。